はい、いつもありがとうございます。 BGB581 です。サッカーのノワール1ケース11オートドラフトですね。今20時16分今日2回目のノワールです。はい、じゃあ抽選いきます。はい、結構、皆さんスポット数多い方が多いですね。ワンスポが勝つか、複数スポットが1位に来るかという戦いかもしれないですね。じゃあいきます。1と1の2は振り直しです。ほい。はい。1と3で4回。はい。じゃあいきます。4回抽選です。ワン。ツー。スリー。で、4回目。ポチ。はい。ドラフト1位はネロさんです。おめでとうございます。ドラフト1位ネロさん、ドラフト2位が YMM さん。はい。BGB581、サッカーのノワール、決まりました。ドラフト1位は、ネロさんです。ドラフト2位 YMM さん。ドラフト3位セッキーさん。ドラフト4位ネロさん。ドラフト5位セッキーさん。なんか交互ですね。ドラフト6位ネロさん。ドラフト7位 YMM さん。ドラフト8位シキさん。ドラフト9位セッキーさん。ドラフト10位ネロさん。ドラフト11位 SDD さんになります。はい、はい、じゃあサッカーのノアルです。ワンケースで、3回目も先ほどちょっとメール確認したところもう完売してるかもしれないです。ただ4回目もできるかもしれないですと一応言っておきます。はい、なのでご注文入れといていただけると、4回目もトライできます。ぜひよろしくお願いします。今受注中のもの、まあちょっと完売してるかもしれないですけど、582ですね。582の方が今完売してるかもしれないです。あ、よいしょ。よいしょ。さあ今回どうでしょうね。はい、じゃあパックの上チョキチョキします。よいしょ。開けていく順番は右から左に向かって厚いパック薄いパックを、まあ、いわゆる3回繰り返します。合計6パックですね。まあ、サインは11枚の予定です。12枚出た場合は最下位の方が残り物をゲットとなります。薄いパックはもうレギュラーカードが4枚入ってるだけです。よいしょ。はい、じゃあいきます。BGB581 になります。よろしくお願いします。ん？ウェルデ、ウェルデです。これ来たかな。サッカーノワール。レジェンダリーシグネチャー。3番。来い！メッシ！はい。メッシュ来ました。はい、メッシです。レジェンダリーシグネチャーのメッシですね。はい、おめでとうございます。マネロさんかな、これ超えるのはどうでしょう。はい、メッシのレジェンダリーシグネチャーが出ました。おめでとうございます。はい、お、次オートパッチカシージャスで、しかもこれ名前の A ですね。カシージャスの CA かな、CA のとこですね。
オトパチカシジャス 16-25 です。これもいいですね。ノワールカラーですからね。で、まあ、3枚目、オランダ人選手伝説ですね。継続中。これも、だって発売当初全然見なかったよね、このファンペルシ。またですよ。最近こっちの方が多くなってきてるような感じです。16-50 ですね。ジャーナン11ですかね。はい。で、ドラフト1位のネロさんから、分配していきます。データ順に分配していきます。アルナートビッチのパッチ。12-25。で、2位、カソルラ。3位、シュクルテル。4位、ガライ。13ですね。ね、いや、メッシュ、来ました。メッシュ。はい。あ、決してあの、スキッパーじゃないです。イルマス。ね、5。で、6、イスコ。7。おう、ネイマールの10シリです。1、2、3、4、5、6、7。YMM さん、ネイマールの、あ、10-10でジャーナン10-10-10でトリプル10ですね。ジャージナンバーです。ネイマール。はい。で、四季さんが、ロレンツさん。ね。1、2、3、4、5、6、7、8位まで行きましたね。で、3枚パターンですね。さっきのメッシ。なので、あとは4枚パターンで安心して開けれるかなと。はい、8位まで行きましたので、9位からセッキーさんからですね。9位、ペレイラ、マキシペレイラで11番、ピルロ、ここネロさんで11位、最下位ですけど SDD さん、パッチ、モラタのパッチです。10-25ね、なるべくパッチ下の方の方に取っていただけるといいですよね。3、4、5、6、7、8、9、10、11ですね。間違いないです。で、こちら3位ですね。まずカリニッチ、クロアチアのカリニッチ、デンプシ 74-99 で、レデンプションですね。これもメッシュ来ちゃったらすごいでしょ。どうでしょう、せーの、はい、あ、ハメスだ。あ、でもオートメモラビリアカラーですね。オートジャージカラーのやつの、あのハメスです。全然 OK ですね。メッシーカシージャスのオートパッチハメスね、いいですね。で、発売当初全然見なかったマーシャル、エブリデイ見ますね。はい。で、こちらがまた11位から折り返しで上に上がっていきます。まず11位スアレス、はい、10、マツイディ君、フランスの方なんですね。まあ全然発音違うと思いますけど、アルダトラ98、コンパニー、はい、1日1コンパニー、ここで消費で、はい、これも4枚パターンですよね。大でしょう。お、デレアリもいる。このケースはかなりいいですね。デレアリですね。3-99。これもまあ状態悪くはないでしょうね。っていう感じです。で、コスタですけど、オートパッチです。4-25。ね。サイモンカードだといいですね、やっぱりね。かっこいいですね。まあ、コスター結構ワンカラー多いっすよね。なんか、よくわかんないですけど。ね。で、3枚目。デパイ。45-65 オートジャージです。で、4枚目。ゲリ・ケイヒル。44-99 ノワールカラーですね。はい、綺麗に書いてます。で、11、19、8。
765ですね、スアレス。6ランパード。5ラモス、セルヒオラモスですね。で4321がこちらです。はい、4マーシャルで、3エリクセン、8-10、2パコ・アルカセ、23-75ですね。で最後オシェーですね。はい、まあメッシ出てブラボーですね、ネロさんブラボーですね、そんな感じです。はい、で、本日2回目終わりました。 BGB582、ですね、あ1ですね、はい、581。はい、あそっか、ネロさん4スポ行ったんですね。やっぱり3ね、11ですけど、まあ3つ入れるとその3割理論で1位から3位の中に1個は入ってくる平均確率、入んなかったら悪かったっていう感じの確率論ですからね。まあ強くいってね、見事ね、ギャンブル成功したパターンですね。タッチダウンです。はい、おめでとうございます。はい、ダブルアップします。はい、じゃあ、これで、581終わります。で3回目も多分埋まっておりますが、まだ返信がまだですので少々お待ちくださいね。じゃあ、2回目、本日2回目のノワールで、581終わります。メッシュでした。ありがとうございました。